コンタクト外しちゃって、メガネだからね無理ですね。やっぱ結婚式の時はさすがにコンタクトがいいですよね。あわ、ありがとう。なんかねめっちゃ今日目が痛かった。なんでですかね。そう、メガネ姿もいいでしょ結構。まあこのメガネは気に入ってないんですけどね、早く新しいメガネが欲しいなってずっと言ってるけど、メガネ買いに行くのって結構めんどくさくて、知ってると思うけど、え、めっちゃ家族写真、そう今日は11期でデートしたんですけど、11期でデートプリ撮ったんですけど、なんかプリって指示してくれるねんな、ポーズを。でなんかくっついてみたいな言われたんかな、それでくっついたらめっちゃ家族写真みたいになってたんですけど、まあファミリーだからまあほぼ家族写真で合ってるかなと。バラありがとう。そして今日はたくさんお買い物をしました。まあ買い物っていうか化粧品、なくなった化粧品の買い出しをしただけなんですけど、でもほんまになんか今日改めて思ったけど、自分は11期の中で言うとマジで年上じゃないなって思いました。ゆうねは絶対年上で正解で、くるみは年上です。リーナはちょっと謎キャラ、お姉ちゃんに見える、見た目は大人中身は子供みたいな、本気で自分って子供だってみんながいないと何もできないって思いました。じゃあ今日の購入品を教えてあげます。教えてあげるからみんなトーク会来てください。結婚してトーク会と握手会来てくれる？じゃじゃん、大好きな日焼け止め買いました。もう少しでなくなりそうだったから2台目です。これの何がいいって、手を汚さずに使えるところですね。これはシュッシュってして終わりなので、浴衣着ますわな、7日に着るので狙い目ですね。7日浴衣着ますよ、みんな好きな浴衣。夏しか浴衣なんて着ないですし、特に今日は浴衣プライベートで着るのは人生初なので、まあ今日の人生初を見届けれるということですね。トーク会も握手会も撮ってますので結婚できます、ね、それはできます、結婚。勝ったよって紹介されて同じことしてる妹とこれいいです、とっても。2台目、まあ、まだね1台目がちょっと残ってるけど、まあなんか買いに行くことないから今のうちに買っとこうと思って。そしてじゃじゃん、ウォンジョンヨのマスカラやったー。まあこれあるんですけど、まだけどなくなったら怖いからこれもストックです。これがないとほんまに生きていかれへんということで、これ買ったので生きていけます。え、もう一個買うか悩んだけど、なんか全然なくならんねん、これ結構長いこと使ってるねんけど全然なくならんから一個にしました。え、黒じゃない、よく知ってるやん、ブラウンです。今日もブラウンかグレーしかなくて、黒なかったんけど、まあどうせ黒上から重ねるからいいかと思ってまたブラウンにしました。まあ探したらどっかに黒もあるんかもやけど、まあいいかと思って。そしてじゃじゃーん、クリーミータッチライナー小豆ブラウン。これはなんか目の下のラインを描くやつです。なんかずっと欲しかったやつ
そしてじゃじゃん、ブラック買ってる。え、ブラックでよかったのか。そうです。ちなみに今日アイライン試し書きしすぎた腕です。ブラック買ってた。じゃあブラウン、なんかめっちゃ濃いブラウン買うか黒買うかでずっと悩んでて、でも試してみたら思ったより茶色かったから、はい、このアイラインもなんかなくなる感じ予感してないし、まだまだいけそうなんですけど、まあ、なくなったら怖いからなんか買っちゃった。まあアイラインってなくなったら終わりやん、だから一応ストックに買っといたみたいな感じです。でも正直まだいらんかった。そしてじゃじゃん、これは涙袋の影を描くやつです。これはね今すぐに使えますよ。ちょっと今すぐに使うやつ開けよう。なんか涙袋の影描くやつなくしちゃって、ちょっと今不便な状況にいるから買いましたのよ、買いましたのよ、あとありがとう。あ、そういえば今日リール投稿しました。なんかインスタ上げようと思って写真見てたけど、なんかピンとくるものがなかったから、あの可愛い動画ちょっと前にあの札幌行った時にストーリーに載せたやつなんですけどね、あれになんかよくわかんないなんか可愛い音楽あったからつけて載せたという形になります。これも開けます。結婚してトーク会と握手会申し込んでくれた？会いに来てくれる？会いに来てくれるのかな？そう、涙袋用のやつです。ドキドキさせるの好きだよね。好きかもしれないな。なんかメガネって大人っぽくなるような、伊達メガネ欲しいってちょっと思ってる。なんかド入りでいいかド入りのおしゃれなやつにちょっとサングラスの効果入ってるやつが欲しい。もう本気で眩しすぎておかしくなりそうな時ある、たまに。まあ、ないけど結婚してトーク会と握手会来てくれるの？もしかして来てくれるの？はい、そして化粧水がなくなったので買ってきました。じゃじゃーん、なんか分からんけどあったから買いました。いいか良いかはどうか分からんけど、くるみがこれいいって聞いたことあるみたいな、これ良さそうみたいな助言してくれたから買いました。あ、なら買おうと。ミシャです。しかもねビタミン C って書いてる。まあ、ビタミン C ならいいでしょうと思って。結婚してトーク会と握手会申し込んでくれた？夏はまあまあいい。そうなん？期待大ですね。ただ箱が開けれない、できない、できない、できない。シミそばかす予防、なるほどね。確かに夏に良さそう。じゃじゃーん、なんかすごい化粧水感のないボトルですね。ミシャ、ミシャって知ってる？なんかクッションファンデが有名やった気がします。です。ちょうど化粧水がね今日の朝なくなって、だから買いに行こうと思ってたら、あ、まだちょっとだけあった。これ使ってました、有名なやつ。あと美容液も買いました。多分同じじゃなかった、あれ、え、同じとこのやつと思ったら違うとこのやつ買ってた、あれあれ。美容液なんかね、美容液ももうすぐなくなりそうな雰囲気出てて、今これ使ってます。アヌアなんか流行ってるからこれ全部使ってる。アヌアです。
80%。 ほらもうこんだけしかない。正直もうなくなりそうな雰囲気出てますね。だから買ってきたんですけど、なんか違う種類買ってたっぽいですね。間違えたっぽいですねまあまあまあ、これもビタミン C やし見たことあるから、まあまあいいと思います。これ見たことあるよな。え、しかもね、なんかついてた、ラッキー。こういうのついてたら買っちゃう。その何が 80% かは分からへん。確かにそこに疑問持ったことなかったな。ハートありがとう。アヌアの他の種類にするかも悩んだけどやめました。でじゃーん、美容液だって。これも美容液です。え、そう、これ隣に置いてたから絶対仲間やと思って、違かった。アンデーベルラボこのビタミン C って書いてたらとりあえず買うよな。開けたろう。夏はねビタミン C ですよ。知らんけど。全部プチプラ。これめっちゃ見たことある。これ有名じゃない？これ多分この美容液よく見たことある今日か。なるほどね、こういう感じね。 OK OK OK。 ただ乳液買ってないなとは思った。乳液なくならへんねん今日かの乳液。一生使ってる正直。よし治った。もうこの箱パンパンすぎて入らへん。これ以上入らないよって言ってる。カラコンが邪魔だ。あとなんかみんなで謎のパック買いました。なんかユーネが大量買いしそうになってて面白かったすごくない？これ楽しそう。楽しそうこれえ、めちゃ楽しそう。なんかスプーンついてる。どうやってやんのこれ、むずっ。え、おお書いてた。水を6杯入れて。へえー、すごい楽しそう。楽しみです。以上今日の購入品でした。久々に化粧品買いに行けてよかったです。ね、ヨーグルトみたいに食べれそう。うまそう。購入品紹介楽しい？やった、 YouTuber だ。ハートありがとう。おお。え、そう、多分一回きりですこれ。高級パック、今日も可愛い。なんかコンタクト痛くてかわいそうやったけど、なんでやろう。なんか入ってたんかな、目にゴミでも。ずっとゴロゴロしてて痛かった。あ、ありがとう動画上がった？見ましたか？クルッピー、クルッピーにじゃないよな。効果実感できる。ほんまに？今日かあんまパックやっても効果わからんなって。
思ってた今まで。うん、あった。ぜひ見てください。いいじゃないよ。え、めっちゃお腹空いた、どうしよう。めっちゃお腹すいた。遠くから見ても近くで見ても顔かわいい、嬉しい。じゃあできるだけ近くで見てもらえたら嬉しいな。神倉ウーバーしよう。もう本気で配送料いくらでも払うからさ、ウーバーさせてほしい。神倉食べたい。正直な話、正直な話、本気で神倉が食べたいですね今。神倉かキムチラー、キムチ鍋。おで、キムチ鍋好きなんだよな。思ったより可愛くておもろ。思ったより可愛かった。最近カムクラ食べたのはね、結構びっくりするぐらい最近です。結構みんながビビっちゃうぐらい最近食べましたね実は。え、いつって思うでしょ、ほんまに。でしょうね。だから無事牛トロ玉食べました。ママと言って、ママが牛玉みたいな頼んでてちょっともらった。でおでは美味しいラーメンにしました。本気で一瞬ね、ほんまにカムクラのためと言っても過言ではないほど秒速で行ってきました。基本的にフッカルだから、強化がフ重になることなんてないから。おうちラーメンにもちろん煮卵トッピングしました。美味しかったです。あとニラたくさん入れました。いや、ネギキムチラーメンやばいよな、気づいちゃった。ネギキムチラーメン一番好きかも。きょうちゃんへ、大好きやで、かわいい。きょうかもやで、関西でしか食べないって決めてる。おお、えらい。別にいいと思うけど。でもね、ぜひ道頓堀で食べてみてください。もうほんまに鎌倉食べたくて、でもなんか最近カムクラ食べれるタイミングの時になんか毎回調子悪くて、だからやり直したい。もう毎回言ってる、リベンジしたいわっていつも言ってる。なんかやっぱご飯系を頼むとお腹いっぱいになっちゃうから、ほんまにラーメンだけを楽しみたい時はご飯系はなしで行ってみてもいいと思うんですけど、チャーハンがレベチ。
どれぐらいふっかるかと言いますと、例えば明日夕方から仕事だとするじゃないですか。そしたらもう昼食べて帰ってきて仕事に向かうでもいいなって思うくらい好きです。8月に大阪行く機会がない。うん、神倉のためだけに行ってみるとか。きょんちゃんが欲しい、そういうことですよ。ラーメン好きだな。早く口内炎治ってほしい。もうこれが治らない限り無理なんですよ。痛いもんだって。でもね、今日ねめっちゃ器用になって全く痛み感じずにご飯食べれた。ひょうちゃんに会いたい。早く会おうね。ひょうちゃんはなんと満足でき、嬉しい言葉だ。だるまじゃない、バラ、ありがとう。ほんまに口内炎が治らんくて、あ、いった。でもちょっとだけマシにはなりました。でも痛い、もうほんまに嫌。何したって言うの。うわ、チョコラ BB 飲むの忘れてた。それか、明日テスト頑張って。テストとか嫌いで、テストっていう言葉が嫌い。普通に何見極めてくれてんねんって思いますよね、普通に。反抗期すぎるか。きょうちゃんにちゃんと好きを伝えなくてはと思ってます。そう、みんなちゃんと伝えてください。毎日飽きるくらい。ハートありがとう。結婚して、トーク会と握手会来てくれる？来てくれるんやったら考えようかな。神倉より好きなラーメンがある。どこですか？神倉庶民世界一やけどな。本気で、もうマジで会いたい。無理。なんかもう本気で好きなんですよね。スキピおでのスキピ。カムクラ、カムクラと付き合いたい。毎日会いたい。好きってことじゃない、それって。毎日会いたくなるって。初恋泥棒だ。お、幕張遊びに行く、楽しみ。嬉しい、今日かも、楽しみ。ね、メガネ結構可愛くない？裸眼なんだけど。ハリーポッターだ。最近ハリーポッターの話シンクだったなって思ったでしょ。本気で最近あんま見てないだけど、ハリーポッターのガチャガチャ見つけると心躍るし好きです、ちゃんと。だけどちょっと映画は一旦ストップしてる。また見ます。結婚して、トーク会と握手会生きてくれる？やんな。似合う、ありがとう。バラ可愛い、ありがとう。結婚して、トーク会と握手会いっぱい会いに来てくれる？幕張再販で会いに来ます。嬉しい、待ってるからね。可愛い顔して待ってるんだから、本当に来てあげて。そう、ハッピーキョッピーになれるボタンをね、今日はブログに設置したんですけど、すごい字体がダサい。どうしたらいいやろ、あれ。無理か。なんか色味も絶妙じゃない。まあいいんですけど、でもめっちゃ頑張った。もうあれやんの超難しくて、てかまずそのブログを書くところまでたどり着くのがめっちゃむずくて、今日何回かやめかけたけど、
無事できました。だからみんな来てあげてください。結構今日のブログね頑張った、むずいんですよ結構。ハートありがとう。ひょうちゃん夏に会いたい女、え嬉しい、やっぱ夏の女だからな言うて。あわありがとう、ありがとう。あわありがとう。今日がタピオカとカムクラと焼肉食べれるんやったらもう他に何もいらんかも。あとスタバも欲しいな。ブログ上手、やってた、やってました。あとありがとう。結構修行重ねてたからな言うて毎週。やっぱブログ経験者だからこそ出せる味というかものがありますよね。ハートありがとう。この世で3つしかもう食べれないっていうなったら、まあタピオカはご飯じゃないか、カムクラと焼肉と、でもマジでそれ以外が思いつかん、ポテチとかかな。片揚げポテトじゃ。別にお寿司なくてもいける今日か。タピオカ、タピオカ食べ物にカウントしていいならタピオカとカムクラと焼肉だな。ほんまにそれ以外いらん正直。あ、唐揚げかな。え、でもお鍋も欲しいかも。無理だね。てかね、世界で今後この3つのものしか食べれませんなんてなることはないから、まあそんなこと考えなくても別にいいんですよ。きょちゃんの可愛さがたくさん詰まった素敵なブログ。優しい、褒め上手だ、素敵な人がいる。え、そう、やっぱとろろご飯必要よな。だけど焼肉キングにはとろろご飯があるんですね。だから焼肉屋さんだけでいいや正直って思います。え、そう、でもちょっと鍋食べたいな、しゃぶ用で。おすすめの唐揚げ、何その質問、難しい、聞いたことない角度の質問だ。黒酢あんかけ唐揚げです。答えれました、合ってる。そのふうにちょっとずれやろう。大戸屋かな、なんか食べたことある、めっちゃ美味しい。強化弁当ね、やっと食べてくれた。中身どんなん、今度中身見せて。本当に可愛い。え、唐揚げはでもなんか急になんか外でしか食べられへん感じの竜田揚げ系のガチガチ衣系のやつ食べたくなる時もあるし、でもこの間急にママが作る系の唐揚げを食べたくなったこともあったし、黒酢あんかけ唐揚げ系が急に食べたくなる時だってあるし、チキン南蛮が食べたい時だってある。まあどんな時だって本当に口内炎がなければないほどいいと思いますね。今一番いらんものは口内炎です。この世でいらないものトップ3、口内炎、飴、口内炎と飴と、何やろ、何やろ、この世で必要ないもの、口内炎と飴とマジレスしてくる人、3つですね。この3点セット本当にいらないと思います。
あ、虫いらんな。ずっと赤ちゃんだな。エアママに。でもね、今日ね、なんかパッチ貼って寝たけど、起きたら歯にくっついてた。しかもなんかベトベトするからすごい嫌でした。やばいやばい、マジレスしちゃった。あ、やばいやばいやばい、それはやばい、気をつけて。マジレスには気をつけて。マジレスお化けがいる、逃げろってなるから気をつけてください本当に。今日もしょうもないこと言ってるわ、今日かって。本当に面白い。痛い、なんでこんな思いしないといけないんだよ毎日。マジレスしてくれた、急にリアルやろ。この世にいらないもの。最悪ほんまに。かんよそんなこと言ったら。いやでもマジレスはほんまにいらんと思うけどな。岐阜タンメン、え、そう、食べたことない、違う、忘れてた。京香が食べないといけないものはスタミナラーメンと彩華ラーメンと岐阜タンメンです。似てそうだから、まあ、鎌倉が世界一っていうのはもう庶民分かってるんですけど、まあ、ないじゃないですか、童話がいても名古屋には。だからまあ近いものを探してみようという悪あがきです。彩華ラーメン食べたことないし、スタミナラーメンも食べたことないし、岐阜タンメンも食べたことない。岐阜タンメン食べたい、だけど全部口内炎がいらないんだよな、邪魔してる。卵とじラーメン美味しそう。だら、ありがとう。岐阜タンメン食べたい、誰かお願い。岐阜タンメンってどこで食べれるの？岐阜タンメンは名古屋で食べれるものやったっけ？岐阜しか無理？どうやっけ、なんか毎回調べても結果忘れちゃうからさ、バカなんだよな。名古屋にもあるんや、行きたい。辛いかな、ちょっと辛いラーメンが好き最近。またラーメン食べたくなってきた、本気で。わ、分かった、あ、違う、鎌倉でした。この世で3つしか食べれなくなるならっていうやつね。ラーメンだと思ったけど、普通に鎌倉あったらいらんかった。鎌倉がいい、僕は鎌倉がいい、鎌倉がいいの。お、いいよ、ありがとう。で、辛さ、今日が辛いの大好き。なんかね、辛いラーメン見つけてちょっと行きたいなって思ってるところがあるんですけど、名前忘れちゃって行けないんですよね。まあ、もう一回調べたら多分出てくると思います。あとあれです、鎌倉行ける距離にいるのにまだ食べてない、やばい。それは今すぐに行って多分間に合う。そう、名古屋の辛いラーメン屋さん。あ、でも京子が本当に行きたいのは中卒という名の中本です。蒙古タンメンね、蒙古タンメン中本、あれカップラーメンの食べたことあります。ほんまにラーメン食べたくなってきた、今日からラーメン大好きやねんな。はぁ、カムクラの白菜抜き。いや、白菜があるからいいみたいなところはある、本気で食べた方がいい、本気で。
え、そう、夏の限定ラーメン終わっちゃ食べれたからもう満足。とろろが美味しかった。だからもう次が楽しみすぎる。次の新作何ですか？そうか、カムクラのアプリ入れてないねんな確か。なぜかというと自分で支払わないからです。いつもママと行くから。だから多分ママがせっせとあのポイント貯めてると思います。あるよな確か。でもおでもやりたいな、入れとこ。キッズだから僕。クーポン、え、登録めんどくさい。うお、間もなく終了。次は何？冷たい牛トロ玉ラーメン美味しそうだ。スタンプラーメンくじ、え、ラーメンくじとかあんねんけど、やろう。ネギキムチラーメンでしょ。え、スタンプ1個ゲットした、やった、ラッキー、やったやった。ネギキムチラーメンにしたらなんかスタンプもらえてラッキーでした。やったね。多すぎるなペンシル。なんなのこの人。なんかさ、ショールームってブロックしても次の日に出てくるのほんま嫌やねん。これ24時間しかさ消されへん。たまに来るよなこういう人。いいけど永久にが良くない？24時間したら蘇ってくるの。え、アミューズとキティさんのコラボ教えてもらった、メイクさんに。めっちゃ可愛かった。絶対に欲しいけど、なんか争奪戦になりそうって書いてて、すごい心折れかけた。ちょっとそれはできないかも。スタートダッシュ切れないかも。なんかメイクポーチ重すぎてさ、カバンちぎれそうになっちゃうからさ、軽くしたくて中身めっちゃ減らしてんけど、そしたらめっちゃ隙間が空いちゃってそわそわしてる。このギチギチに入ってるメイクポーチが好きやねん。今日はこの形合ってないかな。困るなぁ。このリップも賞味使ってないのに入ってる。難しい。これ。きょうちゃん、きょうちゃんかわいい、きょうちゃんかわいいで超えたら埋め尽くせばいいってこと。そういうことかもしれないな。たまに意味わからんことずっと言ってる人みたいな。顔見てみたい。おで登場。なんかグッズ化にされてるのにアニメにまだ登場してないキャラって結構ね、
びっくりする、あこの子まだやったんやみたいな多いよな。トムとジェリーのメイクポーチに変えました、可愛らしい。結婚してトーク会と握手会来てくれる？やべえ。昨日ツイン可愛かった、嬉しい、なんか思ったより高くなって焦ってたけど可愛かったですか、バラありがとう。思ったよりあれこれ高めついんではと思ってね、っ栗まんじゅう、あのじゃがバター食べてるやつやろ、マジで可愛かった。ちょっとね最近栗まんじゅうが一押しになりそうでやばいっていうのは割と最近ずっと言ってる。低めツインが好きなんですが昨日ツインも可愛かった、よかった。最強ちゃんも見た方がいい、あ京ちゃん見た方がいい、よかった、いつか見てみるな、京香の思い出以上最善で高めも似合う、えほんまに。 あとはねジェラシーの衣装で写真撮れたのが結構珍しくてレアでした。いつも万華鏡実だから初めてレベル、なんか一回無理やり撮ったことある気はするけど、昨日が寂しかったから今日は11期に会えて幸せでした。でもオデの好きなツインテールはこれくらい、耳くらいのやつが好きです。高めもたまにはよし、高めは鉄なで3人でやったのが人生最高の高さ。結構いいよな。なんか広がってくるとやばい。メガネ好き？よかった。バブで可愛かった。今バブ生まれたてですからね全員が。中すいたよ。あそうだ、みんなトーク会と握手会受付中だから絶対に来てください。幕張なんですけどぜひ来てほしいですし、関東方面の方はぜひ来てほしいですし、関東以外の方もぜひ来てほしいですね。まあ次のシングルは発表されていますが正直いつかわからないじゃないですか、トーク会と握手会はあるかどうかもまだわからないし、いつになるかもわからないということで、今回のね9月逃すと本当にいつ会えるかわからない案件ではあるので、来てくれたら嬉しいな、嬉しいんだけどな。結婚していっぱい会いに来てくれる、いっぱい会いに来てくれるんだよな、バラありがとう。だから
いいよ。口内炎直してほしい。長い。今日ほぼ確で仕事確定じゃん。バラありがとう。ということでね、みんな会いに来てくれたら嬉しいなという話でした。少しでもたくさんでもいっぱい。そろそろ鉄菜の話をしてね、聞かせてよ。感想を聞かせて。ということでランキング読みますよ。なんか邪魔な髪の毛がいる。13位タカヒロ、12位ヘイガ、11位、ちょ、何なんこの髪の毛、11位マリナス、10位ハル、9位マグロ祭り、8位ヨシコッコくん、7位ダーイね、このキティちゃん超かわいいね。6位ヨシムネ、5位マキアート、4位ケイタ、3位ピオリ、2位アキラ、1位ウエモンでした。ありがとうございました。みんなバイバイ、おやすみなさい。今日も一日ありがとう。あのブログを読んでリールを見てから寝てもらえたら嬉しいです。みんなおやすみ、バイバイ。夢で会おうね。いいよ、トーク会待ってるよ、握手会も待ってるよ。口内炎が痛いよ。痛いです。じゃあ終わります。バイバイ。